投稿者が家族で知人の家を訪れた際に撮ったというスナップ写真。子供たちの頭の上にはオーブが見られる。その右側に叫びを上げているかのように歪んだ顔が映り込んでいる。また見方を変えると霊体が横を向いている姿のようにも見える。投稿者によると、知人が住むこのマンションではかつて飛び降り自殺があったのだそうである。この世に失望を抱いて亡くなった方の霊がこうして悲しい叫びを上げているのである。さらに投稿者が指摘していない箇所にも異変は起こっていた。あなたはお気づきだろうか。画面左側の少女の右手をよくご覧いただきたい。そう、指の数が一本多いのである。この現象もこの浮遊霊が影響を及ぼしていると思われる。ちなみにこの少女はすでに他界しているそうである。